今大会ランナーの気持ちに迫るランニングレポーターを務めます古谷貴弘です。今年は初めての試みとして走りながら中継を担当する古谷アナウンサー。実は彼、高校時代陸上競技でインターハイに出場した南海放送が誇る伊達天なんです。愛媛マラソンスペシャルサポーターの土佐玲子さんにお越しいただいています。こんにちは、土佐玲子です。よろしくお願いします。愛媛マラソンスペシャルサポーター土佐玲子さん、世界選手権でメダルを2個獲得、アテネ北京オリンピックに出場した言わずと知れた日本を代表するアスリートです。回してもらったり、そんな土佐さんにマラソン直前の攻略法を聞きました。普段通りにギュッと縛ってもらって、でこれ一回普通に小腸結びで結んで、で皆さんこう入れる方もいると思うんですよ、この中とかに、はい、私はもう昭和な感じでこうぐるっともうギュッとするだけです。世界と戦った時もこの結び方を、はい、本当は多分もっと今かっこいい結び方あると思うんですけどね、はい、やっぱりシンプルが一番です、はい、レースの直前に結び直して細心の注意を払うのがポイントです。皆さんなかなか走りながらなので難しいんですけど、まあ、ちゃんとしっかり取ってもらって、はい、落ち着いて普通に、まあ、普通に取ってもらって、はい、で落ち着いて利き手の方、まあ、左利きの人は左の方です利き手に持ち替えてもらって、はい、ちょっと潰してもらいます。はい、潰すんですか。こうギュッとこギュッと、はい、はい、潰れるので飲みやすくなるので、はい、飲んだ時にこうグッって飲んでしまうと、はい、バチャってなるのでちょっとぐーっと、まあ、ゆっくり飲んでもらって一回口に含みます。ごくごく飲むと飲めないので一、はい、回口に含むイメージで含んでもらってからごっくんした方が飲みやすいです。さらに土佐さんは去年走った経験から給水ポイントで気づいたことがあると言います。ゴミなんかいっぱい落ちてるなとはすごい感じました。やっぱりあの皆さん走ってたらなかなか余裕もなくってゴミ箱も咲かせないかと思うんですけども、まあ、あのゴミ箱置かれてますので、あのできるだけゴミ箱の方に捨てていただいたら、こう後ろから来る人もあの綺麗に走れますので、はい、気をつけてほしいなと思います。愛媛マラソン最大の難所、平田の坂です。ご覧になってどうですか。はい、結構高低差ありますか。坂じゃないと思いましょうあそこまで行ったら登れるかなという、はい、覚悟を決めてもらってから登りましょうか。しっかりやっぱりあの腕振ってあげると足が多分出なくなっちゃうと思うんですけれども、腕振ってあげると足出ますの でしっかりあのちょっといつもあの平坦よりも少しあの腕振りをしっかり気合い入れて振って もらうといいかなと思います。皆さん参考になりましたか。最後に土佐さんからのメッセージです。いよいよ2日後に迫りました愛媛マラソン、あとはもう気合と気持ちと全部気持ちですねあの風邪ひかないように喉痛めないように当日を迎えてください。頑張ってください。